伊是名村立伊是名中学校は沖縄県島尻郡伊是名村にある公立中学校。沖縄戦終結後、伊是名島では戦前からの校舎を再利用する形で伊是名諸島学校が開校していた。諸島学校は8.4世の義務教育8年を担った。1948年4月からは本土の学生改革に追随する形で、 沖縄でも6.3世に切り替わることになった。伊ゼ名では、伊ゼ名中等学校が新設され、初等学校6年、7年、8年を終えたものを第1、学年、第2学年、第3学年に受け入れる形で開校した。当初の校舎は、伊ゼ名初等学校の校舎を一部借用する形であった。しかし、独立校舎への移転は手間取った。中等学校については、ジーゼナ、 あざ実着の住民が、初等学校との平地の形で、ジーゼナさん中原に新設するよう、村議会に陳情していたが、否決された。これに対し、領事の住民は、山中県に伊勢学習所と称する施設の教育施設を設け、児童をそこに通わせるようになった。山中分教場を設置することで住民との紛争は、決着し、 中等学校の生徒も1951年5月までに元の学校に復帰したが、逆に教室が不足し、二部授業となった。6月には、新しい敷地に仮校舎が完成し、ようやく独立校舎を持つに至ったが、この校舎は10月のルース台風で全開し、再度初等学校の校舎に曲がりすることになった。全開した校舎が復旧され、 二部授業が解消したのは1952年1月のことであった。1952年4月、伊勢那中学校に改名された。この年には、串川島二部教場も新設された。串川島の分教場は1957年に串川島中学校となったが、1964年に伊勢那中学校に統合された。二千十六年には新校舎が完成した。 新校舎は OBE の設計で4月には新校舎に新入学者を迎えた。ありがとうございます。